あなたの手帳にはあの日からどんな未来が書かれてるの。二人のぬくもり冷めぬようにと選んだ赤い手帳はあの日からただ白く時を止めている。あと16日でその役目を終える。ちょうど一年前にあなたと二人選んだ書き出しから読んでみた。ああこんなこともあったけ。埋められた四角形、あなたの匂いがする。思い出はこんなに近くにいるのに。あなたの手帳にはあの日からどんな未来が書かれてるの。二人のぬくもり冷めぬようにと選んだ赤い手帳はあの日からただ白く時を止めている。はしゃぐ文字、あなたの誕生日、今度は書き込まない、もう二度と書き込めない。こんな楽しそうな字、もう僕は書けないだろう。また一つ特別な日を失った。あなたの手帳には誰かの特別な日が書かれてるの。優しい柔らかな癖のあるその字で、僕の知らない誰かの特別を温めてるの。書いても書いても埋まらないのは手帳じゃない。あなた以外の一体何で明日を埋めればいいの。白く時を止めている。